本当にこうやってみんなで喜べることは嬉しく思います。徳島ヴォルティスが四国勢として初の J1 昇格を決めた2013年、徳島と同じく初の J1 を目指す長崎を含めた4クラブで昇格プレーオフが行われた。前年同様リーグ戦3位でプレーオフに臨んだ京都は6位長崎との準決勝、敵地で戦う長崎が攻勢に出るが、5寸分の好セーブもあって京都が守り抜き、結局スコアレスドロー。シーズンの順位で上回る京都が決勝へと進んだ。準決勝のもう一試合は4位徳島と5位千葉が対戦。試合は徳島がドグラスの PK で先制するが、2年連続のプレーオフ進出となった千葉もその直後に山口聡のゴールで追いつく。しかし逆転はできず引き分けに終わり、こちらもシーズン上位の徳島が勝ち上がった。改修前最後の国立が舞台となったファイナル、先制したのは徳島だった。コーナーキックから千代丹田が頭で合わせてリードすると、その直後には津田が追加点。2点をリードした徳島は後半の京都の猛攻を耐えしのぎ、そのままタイムアップ。昇格請負人小林慎二監督のもと初の J1 昇格をつかんだ。スポーツをやる楽しみ、見る楽しみっていうのをもう少し、四国の方に伝えられればいいなと思います。